ピリカーイエアは、ハワイのアリーヌイ。彼は、主権者の王、または主張であり、先住民の主張、カパワを追放した。ピリ、ヘテロポゴンコントルチューズ、ハワイ語のピリは、ハワイ固有の種ヘテロポゴンコントルチューズの名前。ピリカーイエアは、ウルラインのラナコワイの、グランドチャイルドと呼ばれた。彼は、カヒキで生まれ育った。 両親はラエユーとクーカモリマリアロハで、ピリカンイエアの妻は、妹のヒナーウケケレ。ハワイの島の首長たちは、主に後輩の主流と不注意に結婚していたため、カフナパスカルアオは、カヒキに行って、他の島の主流と競争できる純血のオヤルラティブを、見つけた。彼は、ラナキホを連れて帰るように誘う成果を唱えている。ラナキホは、招待を断り、代わりにピリカンイエアを送った。 ピリカアイエアは主張になり国民の支持を勝ち取り19世紀後半までウルロ戦でハワイの主張の祖先になった。彼の後継者は彼の子孫であるクコホー族長。ありがとうございます。